レーシングドライバーの土屋圭一です。なんか俺と勝負がしたいってやつがゴロゴロいるみたいで、まあそんな腕じゃとてもじゃないけど勝負する気にはなりませんから、まあ君たちの腕がですね十分に上がってきたらいつでも勝負してあげたいと思います。それでは。坂東のチューニング講座パート1、まずはエアロパーツについて。格好はどうでもいいの、走りが大事なの。エアロパーツなんか二の次。坂東のチューニング講座パート2、ブレーキについて。ソフトに踏んでロックさせないことがコツなんだよ。お目にできるか、それが。坂東のチューニング講座パート3、サスペンションについて。ドリフトは自分の腕で荷重のかけ方でやんないとダメなんだよ。セッティングも大事だけどね。まだまだ俺と勝負なんてのは10年早いな。一昨日出直してこい。坂東のチューニング講座パート4、吸気系について。量よりも流速を考えるんだよ。わかるか。坂東のチューニング講座パート5、排気系について。でかければいいってもんじゃない。自分の車と適合性をよく考えて。よし、その調子だ。俺のアドバイスをこれからもよく聞けよ。次のステージからはドリキンと勝負だよ。負けんじゃねえぞ。おいおいおい、遅すぎるな。遅い。そんな走りじゃ絶対俺に勝てないね。よし、今度は俺が勝負してやる。かかってこい。君の腕はさっきの走りでよーく分かったよ。さあ、今度もこの俺に勝てるかな。うまいなあ。もうちょっと手加減できないね、俺もね。これが最後の勝負だ。本気でやるからついてこい。ゲロゲロ、負けちゃったみたいな。こんなはずじゃなかったんだけどね。手加減しすぎたかな。まあもう一回勝負しようか。おかしいな。坂東のチューニング講座パート6、トランスミッションについて。うまくシフトアップできるようなギア、回転の落ちないギアを自分で選ぶんだよ。参った。結構やるね。次はもう俺も手加減しないよ。坂東のチューニング講座パート7、電子パーツについて。ノーマルエンジンでもここをやらなきゃ話にならんぞ。どうだ、参ったか、プロの走りを。まあこんなもんだろうね。君のテクニックじゃまだまだだよ。いやー、参った。もう完敗だな。よくこの俺、土屋圭一に勝てたな。そうか、君はゲームのプロだったんだな。おめでとう。ここまでやるとは思わなかったぜ。全て俺のおかげだ。俺に感謝しろよ。自分の車を大事にベストチューニングに励めよ。